はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらの怒り兄弟ピックアップガチャですね、引いていきたいと思います。これは引くでしょう、マジでね、すげえガチャですね。10連の、5回目で暁守か暁進くんの PSR がね1枚確定ということで、これはマジとんでもねえガチャが来ましたね。というわけで、まあもちろん5回引いていきます。まあ、その前に、まあ景気づけにちょびくりガチャとかじゃなくて、チケットの PSR ガチャ補助券ですね、これが3回分ありますので、イベキャラボックスも300分の297にしてきましたので、まずはこちらを引いていきましょう。もう3連いきます。言うても常設だけどね。だこれでね、進むくんとか守るくんとかね、出てくれても嬉しいよね。解放用に使えるんで。天城。次。滝本。滝本、もうね、今となってはっていう感じだよね。葵ちゃん。葵ちゃんはね、もうすでに野球マン1号が PSR プラゴなんだよね。これはミキサーしよっかな、全部。天城も PSR 使うかって言われたらちょっと使わないよね。滝本くんはいつか覚醒対象にはなるんだろうけど、まあそれでもっていう感じだよね。というわけで、じゃあガチャの方に行きましょう。単ガチャは1回引く ?1 回目のバナーキャラからある以上18個足りるよね。これ1回引こう。すげえ普通だな。まあ毎回毎回そうなんだけどさ、最近単ガチャの奇跡が起きないよね。はい、レアの、あ、PR か。よし、じゃあ、10連に行きます。ここは PR 以上の暁進くんが1枚確定。SR の出現率は2倍ですね。確定ではないですね、SR は。早い。早いけど、これはまだ、望みがあるからね。望みなんてなかった。これさっき手に入れたかんな。普通の R。 すげえ、守君と進君めっちゃ出るな。まあ、守君も進君もそうですけど、通常バージョンからね解放できるっていうのがめちゃくちゃでかいよね。仮に今回ね PSR 手に入れたとしても、特にね暁守君の方は普通のプラゴを持ってるんで、そうすると結局45以上にしないと PSR もねあまり価値がないというか、だったら SR プラゴ使ってた方が強いよっていうところなんで、まあ、どっちが出るかは分かんないですけど、虹谷だ。これはこれで嬉しい。普通の SR はなかなか良かったな。まあ、他は微妙だけど、虹谷の SR はかなり嬉しいですね。じゃあ30連目、ここも SR 以上が1枚確定ですね。虹谷もね、常設っていうところがすごい強みだよね。やっぱりね、多少は優秀キャラが常設で入ってくれないと。安定の1枚だな、最近こんなもんだよね。浦賀か、浦賀はもういらんっていう感じなんだよね。うん、ここはまあ微妙。まあ、暁守君の PR が2枚入ったから解放用かな。で、4回目。ここはバナーから SR 以上1枚確定と。てか、普通のところで、暁守君も、暁進君の SR も出てこなかったな。暁守。ってことは、PSR は暁守が欲しいな。ちなみにさ、暁守くんって50になると何がつくの？テーブル的に把握してないんだけど。暁進むは練習 30% だよね、確か。じゃあここですね、ここ。ここは、50連目になりますので、バナーから PSR1 枚確定ということでいきましょう。まあ、正直ね、どっちが出てもいいですよ。まあ、PSR 確定なんで、虹が出てキラーンが来てというのはお決まりですね。2つ入ってる。よし、まずここ
おお、来たぜ。やっぱね、なんかツイッターとか見てるとマモルくんの方が人気みたいですね。ただ PSR、まあ、最低でもプラ3まで持ってきたいけどね。サトリちゃん最近よく出るな。ということで PSR はマモルくんでしたと。でちょっと PSR マモルくんのテーブルを確認してみましょうか。ちょっとボックスの方を一つ枠を開けてマモルくんを引っ張り出していきますと。下の方もうノゴロくんとか適当にここで適当に引っ張り出してきただけなんで。で俺たまにねこう間違えちゃうのが、ボックスの中を、ボックスっていうかプレゼントボックスの中からテーブルなんだろうなって言ってここで三角を押してなんか全部引き出しましたみたいな時がたまにある。三角でなんか一括選択じゃないですかプレゼントボックスって。でね、そもそもあれなんだよね、どこにいる、いた、まあ、最低でもプラ3にして、まあ、45でコツイベントボーナス80か。えそれ強くねえか。コツイベントボーナスもともと60があってそこからプラス20つくのか。いやコツイベント率 50% があってコツイベントボーナス80で、こいつコツマンだなマジで。かといってコツに特化してるわけではなく普通にタッグも強いし球速も持ってるし、いやこれはイカれてんね本当に。今多分手持ちがだから普通のもう普通の守るくんとかはぶっこんじゃったんで、暁守るにどこにいるそもそも。キャラでいくか。キャラでちょすっげえごちゃごちゃしててわけわかんねえな。普通の守るくんはもうすでにないですね、存在しないです。だから単純に暁守るのプラゴがどっかに1枚あって、であと普通に先手に入れた SR のプラ0。いや無理だこれは、まだ当分 SR プラゴだな。でここで多分ねみんなあの PSR のプラゴっていうのを量産してくると思うんで、今ね暁のSR プラゴがリーダーになってるんですけど、もうそもそもこいつがあんまり希少価値がなくなってきたよね。で別のやつにしようかなというような、感じで、まあ、PSR のね暁守君を手に入れることができましたので、まあちょっとすぐには上げられないので、まあ、末永く育てていこうと思います。というところでね、今回のガチャはねマジで超いいガチャだと思うので、まあやっぱりね皆さんの事情はあると思いますけど、なるべくなら、引いておいた方が今後のサクセスは相当はかどると思います。まあ、そのわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。